うまくいったようだな。我々はネーデに戻ってきた。だが、あの虫けらどもも一緒に来てしまったようだが。それは仕方がない。あの場所にいたのだ。奴らが死んでいない限りそうなったはずだ。どうする？やるか？かなり離れた場所に落ちちまったようだが。放っておけ。どうせ何もできはしない。確かにな。遅かれ早かれ、奴らは死ぬことになるのだから。気になるのは、ネーデ人の少女ですね。なぜあの星にいたんでしょう。わからん。今のネーデから外部に出ることは、事実上不可能なはずじゃが。まあ、小娘一人のことだ。俺らにとって大した問題にはならねえだろ。すべては計画通りということですね。そうだね。ですが、油断は禁物です。すべてはこれから始まるのですから。うん。どこだろう、ここは。天国？リアナ、大丈夫か？クロード、クロード、どうして私たちこんなところにいるんですの？僕もよくわからない。まさか天国なんてことないよね。天国なんかじゃないわ。ここはネーデの外壁楽園と呼ばれるところよ。ここはネーデなんですの？いや、レナ、大丈夫ですの？大丈夫。こっちよ。レナ、一体どうしたんだ？わからないの。ただ、こっちに行かなきゃってことだけはわかる。やっぱそれはレナがネーデ人とかだからわかるのかな？それもよくわからない。でも、ここの空気に触れていると、心が落ち着くの。今までの不安が、みんな消えていく感じがする。幼い頃から知っている、そんな気がするの。だからここはきっと、ネーデなんだと思う。そういえばクロード、君も他の星の人って言われてたよね。僕は突発的な事故に遭遇して他の星からエクスペルに飛ばされたんだ。そしてシンゴの森でレナと出会った。そうだったんだ。まあどうでもいいですわ。エクスペルの人ではないとしても、クロードはクロードなんですし、何が変わるわけではありませんものね。うん、ありがとう。
いつまでもここにじっとしてても仕方がないな。とりあえずこの周辺を調べてみようか。そういえばさ、親父たちってどうしてるのかな。おそらく無事ってことはないな。惑星に衝突したが、ただで済むはずがない。大丈夫、きっと元気にしてる。みんな私たちの帰りを首を長くして待ってるはずよ。レナ、きっとそうよ。うん、そうだね。そのためにも今僕らがどういう状況に置かれているのかきちんと見極めないと。うん。あれは。何かの装置みたいだけど。中にお入りください。誰だ。怪しいものではありません。とにかくそのトランスポートにお入りください。そうすれば全てがわかります。そんな簡単に信用できないよ。おじさんは誰なの。行ってみましょう。レナ。大丈夫、この声は信じてもいい。そんな気がするの。レナがそう言うんだったら行ってみてもいいかな。よし、行ってみよう。わからない。今までとはまた全然雰囲気の違うところですのね。とにかくここを出よう。行きましょう。お待ちしておりました。あなたはさっきの声の。はい、あなた方をここへ招き入れたのは私です。私はこのセントラルシティの市長を務めておりますナールと申します。セントラルシティ。ここはネーデじゃないんですか。ネーデですよ。セントラルシティはネーデにある都市の一つです。あなた方がなぜネーデに来てしまったかお分かりですか。分かりません。一体何がどうして。僕たちはエルリアの塔で怪しい男たちと戦っていて、それで気がついたらここにいたんです。おそらくあなた方は彼らがネーデへ飛ぶ際に巻き込まれる形でここに飛ばされたのでしょう。一体彼らは何者なんですか。彼らは神の十賢者と呼ばれる者たちです。彼らのことを語るにはネーデの過去の過ちを語らなければなりません。
ネーデは今から37億年前、一つの惑星でした。でしたって、今は惑星じゃないの？今のネーデは惑星ではないのですよ。高エネルギーのフィールドに覆われた人工の惑星。それが現在のネーデ、エナジーネーデなのです。そうか。それで父さんは高エネルギー体と呼んでいたんだ。37億年前といえば、未だエクスペルは宇宙に存在していなかった時代です。その当時ネーデは宇宙でも比類する星がないほど高度な魔法科学を持った惑星でした。そのため銀河系のあらゆる惑星がネーデの統治下に集まることになりました。しかしそれは強制的なものではなく、お互いが共存し合うという理想に近い形だったと聞いてます。しかし、そのような世界でも邪心を持つ者は存在するのです。それが神の十賢者と名乗る者たちでした。彼らは惑星間の共存ではなく、銀河全体の支配を望んだのです。十人の恐るべき狂信者たちは、強大な力で、まずネーデそのものを手中に収めようとしました。彼らの攻撃を受け、ネーデの主要都市は次々と攻め落とされていきました。彼らは自分たちに従わない人々をすべて抹殺しました。そう、たとえ女子供であろうと無慈悲に殺戮したのです。ネーデ軍も総力を結集して対抗したのですが、彼らの力は強大でとても邪悪なものでした。結局はかなわず、敗走を余儀なくされたのです。しかし彼らの暴挙はそれ以上長くは続きませんでした。ネーデ軍は最後の力を振り絞り戦いました。そして何週間にも及ぶ死闘の末、ついに十賢者を打ち破ることに成功したのです。ネーデの人々は彼らを処罰するためにエタニティスペースと呼ばれる、一度入ったら二度と出ることができない特殊空間の牢に封じ込めました。戦いはネーデ軍が勝利したのです。しかしこの戦いを経て、ネーデ人は自らの持つ絶大な力にようやく気づきました。たとえその気がなかったとしても、我々は全宇宙を支配するだけの科学力を身につけてしまったのです。もし再び十賢者のようなものが現れたとしたら、再びネーデは戦乱の渦に巻き込まれてしまう。それは誰も望まないことでした。そこで長い会議の末、鬼才であるランティス博士の提唱したある一つの結論に達しました。それは、自らの進化とネーデの力の封印です。惑星ネーデはネーデ人自らの手で破壊されました。ネーデ人はすべて高エネルギー体の中に作られた居住区エナジーネーデに移住することになりました。エナジーネーデを覆うエネルギー体は
外界とネーデの行き来を禁じるためのものです。そしてネーデは外の世界と断絶しました。あとは皆さんのご覧になった通りです。エタニティスペースに封じ込め、銀河に放逐したはずの彼らがどのようにして脱出し、エクスペルにたどり着いたかは分かりません。しかし事実として彼らはエタニティスペースを抜け、再びネーデへと舞い戻りました。銀河の支配者として君臨するために。それが神の十賢者か。はい、強大な力を持つガブリエルをリーダーとし、知略に長けたルシフェルが参謀を務めます。その下にはミカエル以下8人の配下が付き従っています。恐るべき狂信者たちです。詳しくは図書館にあるデータベースを参照していただければ。あなたたちは彼らがここに戻ってくることに気づかなかったんですか？はい、エクスペルが異常な公転軌道を始めた時にはもう全てが遅すぎたのです。それで僕たちはなぜあなたに呼ばれたのですか？あなた方に可能性があるからです。どういうことですか？十賢者は今このエナジーネーデで銀河支配のための準備を進めています。しかし現在の我々の力は、かつて彼らを封じ込めた時ほどの力は残っていないのです。それって私たちにやっつけてほしいってこと？そうです。それに我々と十賢者の力は同質です。結局は強い方が勝ちます。必要なのは異質な力なのです。異質な力か。どうする？私たちがここにいる以上やるしかないと思う。それに十賢者の目的が銀河支配なら、エクスペルも狙われるわけだし。僕も異論はないよ。うん、そうだね。ありがとうございます。早速ですが時間がありません。あなた方には迅速に行動を起こしてもらいたいと思います。何をすればいいんですか？最初になすべきことはネーデ内での移動手段の確保です。トランスポートを使えばいいんじゃないんですか？あれは主要施設に設置してあるだけです。本来の移動手段にはサイナードという飛行紋章生物を利用しています。サイナード？セントラルシティを出て北に行くとノースシティという町があります。そこで訪ねてもらえればサイナードの飼育場ホームはすぐ見つかるでしょう。そうそう、先ほど申した図書館もここにあります。ネーデの歴史や研究科学報告書など参考になる文献が豊富にありますよ。わかりました。じゃあ早速ノースシティに行こう。レナさん、どうして私の名前を？あなただけにお話があります。少しだけ残ってもらえないでしょうか？はい。お姉ちゃん、何を話してるんだろうね。僕たちが考えることじゃないさ。そうかもしれないけどね。レナは今
本当の自分自身と立ち向かおうとしてるんだ。だからきっと僕たちにできることは何もないよ。クロード、すみません、お待たせしてしまったようで。いえ、そんなことはありません。では私はこれで。ごめんね、待たせちゃって。ううん、大丈夫だよ。レナ、あのさ。何？いや、私は大丈夫よ。レナ、進みましょう、答えに向かって。ああ。最初はノースシティね。セントラルシティを出て北の方角にあるんだったな。何だったんだ今の人。ねえクロード、ちょっと私の話を聞いてくれる？なんだいレナ。あのね、私がシンゴの森で拾われたことについては前に話したわよね。ああ、やっぱり私はこの星で生まれたんですって。私はみんなとは違うのね。生まれた星も持っている力もあの十賢者たちと一緒。十賢者が、ソーサリーグローブが、そして私なんかがいなければこんなことにはならなかったのに。そんなことはないよ、レナのせいじゃない。ねえクロード、私は一体何者なの？自分のことがわからないの。レナは僕たちの仲間、そうだろ？こんな私でも仲間だって言ってくれるの？だって私はみんなと違う星で生まれたのよ、宇宙人なのよ。バカだな、
そんなこと言ったら、僕だって違う星で生まれたんだよ。宇宙人同士が仲良くしたって、何の問題もないだろう。そうなのかな。ありがとう、クロード。なんだか、ずいぶんと気分が楽になったような気がする。そっか、よかった。それじゃあね。ちょっと、臭いセリフだったかな。行きましょう。これでどうだ。
まあまあだね。さすがに鋭いわね。もしかしてストーカーとか、そんなわけないよな。何をやってるんですか、セリーヌさん。ああ、クロード、この方は占い師なんですって。それで今、私が占ってもらっていたんですけれども、非常によく当たりますのよ。へえ、そうなんですか。それで、何を占ってもらったんですか。それは企業秘密ですわ。クロードの方こそ何か占ってもらったらどうですの？それもいいですね。それでは何を占いましょうか？僕とセリーヌさんとの相性についてお願いします。ちょっとクロード、いいじゃないですか、シャレですよ、シャレ。まったくもう。よろしいのですか。ええ、お願いします。わかりました。なるほど、そうですか。なんて出たんですか。お二人の相性はかなりよろしいですね。そうなんですの。ええ、年上の彼女が年下の彼氏を上手にサポートすると出ています。へえ。一見するとバランスが取れていなさそうに見えますが、実は二人でお互いをうまくフォローし合っています。まあ、
結婚後も安定した家庭を築いていけるとありますね。随分と長期的ですわね。以上です。それでは。いや、意外な結果でしたね。あら、クロードはどういうふうに言われると思っていましたの？なんていうか。まあしょうがないですわね。私も驚いているくらいなんですから。あれってレナじゃないか。何やってるんだろう。ここを押して、それからここを開いて、それから何？すべてのデータを初期化しますか？初期化って何のこと？まあいっか。イエスと。あれ？変ね。動かなくなっちゃった。どうしました？いえ、何でもありません。良い子のみんなは知らんぷりなんかしちゃダメだぞ。出発しよう。
よし。僕が頑張らないと。なんとかなるさ。
よし。すみません。僕たちはナール市長からサイナードを入手できると聞いてやってきたのですが。クロードさんですか？すでに連絡は届いています。館長室へどうぞ。はじめまして。私が館長のアーティスです。話はすべて聞いていますよ。彼があなた方のサイナード作成を担当します。生き物を作り出すの？サイナードというのは確かに生き物ですよ。ですが主人に従順にするために最初に飼い主のデータを刻み込んでしまうのです。なんだかそれってかわいそうじゃないかな。まあ我々が飼育しているサイナードはすでに人工的に交配された種ですからね。目的自体間違ってはいないんですよ。さあ時間がありません。彼についてパーソナルデータを入力しに行ってきてください。はい、わかりました。こちらです、どうぞ。ではこれから各個人のパーソナルデータを記録します。入力室にお呼びしますのでその間自由に見学していてください。はい。なあ、ネーデ人以外の紋章を刻むんだろう？うまくいくのか？さあ、でもやるだけはやらないとまずいだろう。上からの命令だし。下っ端は辛いね。サイナードってあんまり可愛い顔していないんですのね。ねえクロード、私たちがエナジーネーデにいることをエクスペルの人に伝える方法ってないのかしら？え？だってエクスペルの人たちから見たら私たちは突然消えたことになるんじゃないの？エクスペルは。どうしたのクロード？いや。お待たせしました。ではこちらに来てください。ではクロードさんのデータから始めます。
そちらの奥に進んでください。痛いことはしませんから。いいというまでじっとしていてください。すぐに終わりますよ。はい、もう結構ですよ。え、もういいんですか？では次はレナさんです。こちらにいらしてください。では始めます。楽にしていてくださいね。はい、終わりました。あなたはネーデ人だから安心してデータが入力できますよ。え？では。何が起こったんだ？大変です。パーソナルデータを入力したサイナードが凶暴化して。何だって？このままではホーム自体が破壊されてしまいます。クロード！よし、行こう。サイナードが。やるしかないのか。まずいな。サップ。スティップ。クロード。それで安い。もうダメか。もうダメか。まさか、こんな事態が起こるとは。まさかですって？ネーデ人以外のデータを入力する時点で、すでに予測されていたことじゃないですか。君！これで貴重なサイナードが一匹おじゃんになった。どうしてくれるんです？僕たちは…謝って済む問題でもないんですよ。艦長、研究費のアップ望めるんでしょうね。まいったね、まったく。すみません。いや、あなた方のせいじゃありませんよ。データを受け付けないサイナードが悪いんだから。でも、死ななくてもいい命を殺してしまったわ。ええ、これ以上あなたたちのデータをサイナードに入力することができないのは事実ですね。それじゃあ私たちはこれからどうすれば？まあ、方法はないわけでもないですが。どうするんですか？ここでする話ではありませんね。一度艦長室に戻りましょうか。
チェー、もうちょっと早かったら乱心サイナードとかってスクープになったのに。あまり多くの人間に聞かれたくない方法なのでね。まあ直接は関係しないんですが。言っていることがよくわかりません。あなた方は知らなくてもいい。とにかくそこのトランスポートに入りなさい。ロックは外しておきます。君。はい。突然どういうことですか？ここから先は転送先で説明を受けてください。おそらく市長も文句は言わないでしょう。僕たちのすることはまずいことなんですか？世界を救うのだろう。多少の犠牲は仕方がない。それって一体。行きなさい。サイナードを手に入れたいのならば。はい。一つだけ聞いてもいいですか？何ですか？一体誰のデータのせいでサイナードは暴走したんですか？無意味な問いですね。私が答える必要はありません。わかりました。どこだ、ここは。あれ？どうして君たちは僕の家にいるんです？僕の方から初めまして。もう変ですかね。君たちは無断で人の家に入り込んだ人間だもの。すみません。僕たちはアーティストさんに言われてここに来たんですけど。アーティス？はい。私たちはサイナードを入手するようにナールさんから言われたんです。それでアーティストさんのところに行ったんですけれど。なるほど。君たちがエナジーネーデの外からやってきたという人間ですか？知っているの？はい。一部の関係者しか知らないけど、十賢者潜入と同程度で扱われていましたから。突然のお願いですみません。私たちはどうしてもサイナードを手に入れないといけないんです。それがここに来た理由ですか？はい。ノースシティで僕たちのデータを入力したサイナードが
暴走してしまったんです。多分そんなところでしょう。そうでもなきゃ僕のところに来る理由がないもの。あなたはもう何をすべきなのか分かってるって言うんですか？なんだ、アーティスはここがどこなのかも説明しないで転送したんですか？一体ここはどこなの？ここは希少動物保護地域ですよ。僕は管理者兼動物学者のノエル・チャンドラー。君たちが求めているのは野生のサイナードですね。野生ですの？サイナードはもともと野生種です。それをネーデ人の都合のいいように改良したのがノースシティにいたサイナードですよ。野生種がいるんですか？絶滅寸前なんですけどね。最後の一匹が最重要保護区域にいる。君たちはその野生のサイナードに会い、戦いを申し込むことになるんです。どうしてですか？それがサイナードの本来の習性だからですよ。サイナードは自分より力と精神が勝ると認めた相手に対して初めて心を開き、命を懸けて主人を守る立場に立ちます。じゃあ僕たちは野生のサイナードと戦って勝てばいいんですね。そんなに簡単なことじゃありません。力だけでねじ伏せてもダメなんです。心も優れていなきゃならない。君たちにはそれだけの自信がありますか？あのノエルさん、サイナードの元に案内しましょう。でも野生のサイナードは最後の一匹しかいないって。だとしても滅びるのならば、それは彼らの運命です。生きるってことは生き抜くために戦うってことじゃないのでしょうか。さあ行きましょう。ここから南に行ったところです。